まあ、この前さ、2人でさ、デルゾスクイーズ一緒に作ったじゃん。うん、作った、うんちのやつね。そうそう、うん、私はちょっとやばいのを作っちゃったんだけど、うん、まあでも結構好評だったので、うん、今回はあの作り方でスイーツを作っていきたいと思いまーす。ということで、材料はこちら。ボウル、風船、小麦粉またはコーンスターチ、絵の具、シリコンコークガン、以上です。まずは、うん、黒がコロネの中で、うん、まあ、一応チョコの気持ちで、これがメロンパンの中身、うん、これがエクレアの中身、ほうほうほう、になるようにまずは水を入れていきましょう。メロンパンやる。はい、水が入った風船ができました。続いてシリコンコークをボウルに出して、コーンスターチまたは小麦粉を混ぜながらベースの粘土状のものを作っていきたいと思います。粘土状になるまで、ベタベタがなくなるまでいきましょう。はい、じゃあね、混ぜてたのを今2等分にしました。これを色をつけていくんだけど、メロンパンの色とコロネの生地のパンの色にしていきたいと思います。触っても手につかないです。じゃあこれを水入り風船に巻きつけたりして作っていきましょう。はい、言わないで。ちょっとまあいびつだけどいいでしょう。ちょっと太ったエクレアだけど、まあいいことにしよう。でもデブくね。できましたよ。おい、じゃあこれを一晩寝かせましょう。おい、はい、ということで1日経ちました。もう本当にパン屋さんじゃんこれ、うん、すごいね。もうこれこのまんまでもいいんじゃないかって思うんだけど、うん、アクリル絵の具で色をつけていきたいと思います。ナイス。はい、まあ、こんな感じで結構パンっぽくなってきたんで、これをさらに乾かしていきたいと思います。はい、はい、ということで完走しました。いい感じつくね。いい感じ、いい感じ、美味しそう。一瞬大丈夫かなって思ったの、うんうん、コロネとか、うん、見てこれコロネじゃん。うん、コロネっぽくなったね、だいぶ ね。ちなみにね、テカテカ感出したくて、うん、まあ、人形のトップコートを上に少し塗ってみました、うん、いいね。じゃあ押して、おお、すごい飛び出るじゃん。コロネ美味しそう。飛び出してる。そうなんだよね。あー、まあ、ちょっとね、ちょっとさらに飛び出すみたいな、上の方にね、行って。そうだね、元気元気。エクレアね、いきますよ、せーの。おお、めっちゃ出るじゃん。かわいい、ピンクかわいい。いいね。ね、はい、ということでバッチリ美味しそうなパンやエクレアが作れました、うん、前回と同じ作り方なのに、うん、すごい雰囲気が違って見えるよ ね。結構工夫次第でやっぱりいろんな形にできると思いますので、うん、皆さんね、ぜひぜひチャレンジしてみてください。それではこの動画が面白かったら、作ってみたいと思ったら高評価やコメントをよろしくお願いします。それでは皆さん、またお会いしましょう。またねー。チャンネル登録はこちらかな。よろしくお願いします。